こんにちは、城東区長の大東です。本日の城東チャンネルはコロナ対策方針についてお知らせいたします。大阪府では7月12日に新型コロナ警戒信号で警戒を呼びかける黄信号が点灯されています。城東区役所では大阪府内での新型コロナウイルスの新規感染者数の増加を踏まえまして、7月17日より区役所庁舎の1階にポスターを掲示しています。区民の皆様が安心して区役所にお越しいただけますよう、区役所内でのコロナ感染対策を打ち出しました。これまでにも取り組んできたところではありますが、今回明文化した点がポイントです。それではどのようなものなのかについてですが、代表的なものとして6つを明示しています。まずマスク着用での対応です。次にまめな手洗いです。3つ目が体調不良時は出勤しないというものです。ハード面ではまず飛散防止シートの設置です。次に距離を空けての着席です。3つ目が手指消毒液の設置です。当たり前のことですが、職員一同これらに全力で取り組み、感染しない、させないの徹底を強力に推進しているところです。区民の皆様にご理解、ご協力をいただきますとともに、日常生活のあらゆる主因で新しい生活様式の取り組みをよろしくお願いいたします。重ね重ねよろしくお願いいたします。それでは次回も城東チャンネルのご視聴よろしくお願いいたします。